ジャムだね。本当だね。ジャムでパン食べてみる？うん、そうだね。食べてみたいね。どれ？どれ？どれ？チェリーとブドウとミルクなんだ。なんでこれもうまいわ。マイウー。あ、すみません、音聞こえなかったですね。失礼しました。今聞こえてますね。すみません、もう一度始めたいと思います。第2回目のですね、パブリックミーティングジャパン始めたいと思います。前回はですね、ジャッキーとスタンリーを交えてですね、英語でミーティングをしたわけですけども、今回からは全部日本語で行いますので、ご安心ください。基本的にはですね、ケッシュ財団のケッシュ博士のテクノロジーについて、日本の皆さんに、できるだけ多くの方にね、知っていただきたいなっていう、そういう思いでですね、やらせていただこうかなと思ってます。具体的にはですね、ナレッジシーカーズワークショップといって、毎週木曜日に、全世界にですね、ケッシュ博士が新しい最新のそのテクノロジーをですね、講義してるんですね。それは英語で行われています。で、日本の皆さんもですね、ぜひともそれを知っていただいてですね、農業とか医療とか、あと、フリーエネルギーとかですね、いろんなところに活用していただけたらなと思うんですね。で、そのお手伝いをちょっとさせていただこうかなと思ってます。で、前半部分でその紹介をさせていただいて、で、後半で皆さんからですね、自由に意見を出していただいて、いろんなことをちょっとディスカッションというか、ざっくばらんに気楽にちょっと話していけたらなと思うんですよね。例えばその、マグラブでもいいですけども、ペインペンとか、ペインパッドとか、ガンズの作り方とかですね、いろんな人がいろんなその英知を持ち寄って、議論を進めていけたらなと思うんですよね。ですから、いろんな意見をですね、出していただきたいなと思ってます。ティーチャー志望の方はもちろんですね、他の方もどんどん積極的に参加してみてください。ちょっとね、最初なんで、要領がつかめてないところがあるんですけども、声は皆さん聞こえてますよね。それではね、画面を切り替えて、早速、今週行われたナレッジシーカーズワークショップの、ご説明をさせていただきたいなと思います。今週はですね、146回目なんですね、ナレッジシーカーズワークショップですね。ここにちょっと書いてますけども、もう146回も行われてるんですね。ですから、今回146回目からお話していきますけれども、その後の145回目はどうするんだということになってくるわけですけども、これも、なんとかうまい具合にですね、紹介していけたらなと思ってます。いろんなやり方を考えてですね。例えば、ケッシュ博士は、地震に関してもプラズマテクノロジーを、プラズマテクノロジーによって、その地震のメカニズムなんかも説明されてるんですよ。で、大地震がね、近々起こるかもしれないなんてこともおっしゃっていて、我々、地震の多い国に住んでますから、とてもそれは関心のね、高いことだと思うんですね。ですから、そういう話もですね、紹介していけたらなと思ってます。あとは、去年の今頃にですね、ちょうどマグラブが全世界にですね、公開されたんですけども、その頃はもうマグラブの作り方とかですね、ナノコーティングの仕方とか、そういった話ばかりだったんですね。ですから、マグラブ作ってる人にはすごく興味深い話がたくさん含まれてるんですよね。そういうのもですね、ご紹介していけたらなと思ってます。それではですね、早速内容に入っていきたいと思います。まずですね、最初の、これ右側にですね、講義の内容をまとめたものをちょっと表示してあるんですけども、後で全体に配布しますので、データとしてですね、まずですね、ケッシュ博士が言われてる、ちょっとケッシュ博士の、お顔をちょっとね、出したいというのはせっかくなんです。最初ちょっとお顔が出てこないみたいなんですけどね。あ、そうか。今回は、確か、ケッシュ博士のお顔を映らなかったかもしれません。なので、このままいきたいと思います。で、進行に合わせてですね、ここに、これは17分後っていう意味なんですけど、17分48秒後ですね。その場面に来たら、ちょっとこっちも合わせてですね、板書を出したいと思います。で、最初お話しされたのは、現在ですね、プラズマテクノロジーががんの治療にも応用されてるんですね。で、もうすでに臨床段階に入ってまして、で、数週間後から本格的なその利用に入っていくということをお話しされてました。で、今はですね、ガイドライン等を定めている段階で、安全性とかですね、そういったものをきちんとチェックしてですね、で、その公も公共も研究機関とですね、連携して進められていくみたいです。で、今、80の事例が上がってるみたいなんですけど、そのがんに対する適用ですね。一部動画で前にご紹介したことがあったんですけども、かなりの、その効果を上げてるようなんですね。で、まあ、公共機関と連携して行われていくんですけれども、1患者あたり3000ユーロぐらいのその支払いをですね、公共機関へされることになるというふうにおっしゃってました。で、それをですね、まあ、患者さんを見てですね、それをデータを集めて、医師たちがですね、利用できるような状態にしていきたいなと、そのプラズマテクノロジーをですね、がんの治療に適用した場合のその事例をですね。で、もしその参加したいがんの患者さんは、今日から、つまり、この講義が行われたのは先週の木曜日ですから、もうすでにですね、申し込み可能という状態になってますので、ただし英語で申し込む必要はあるんですけれども、結集財団の方に問い合わせていただいて、興味のある方はですね、ちょっと問い合わせてみてください。全世界でですね、すごくこのがんの治療に関しての問い合わせが多いらしいんですけれども、これが今、最新の情報となっています。がんの治療はですね、ちなみにですね、ですけれども、マクラブコイルを使うんですけれども、ちょっと形が変わったものがありましてね、十字形にするんですけれども、それを、壁のようにですね、たくさん並べてですね、で、それを板のような形状にして、中に人が間に入ってですね、マグラブコイルに挟まれるような状態になってですね、プラズマエネルギーを前からと後ろから受けるっていう、そういう治療方法を取るんですけども、ヘルスユニットっていうね、ふうに言われてます。ちょっと写真をね、用意してきてないんですけども、また後でですね、結集グループとか、タイムラインとかですね、流したいと思います。がんの治療もそうですし、あと、アルツハイマーですとか、そういったものにも、かなりの効果を上げてるみたいですね。非常に、これからね、期待できるんじゃないかなと思いますけど。で、あとはですね、今回は、かなりですね、なんというか、スピリチュアルな話も含まれてました。今までは、あんまりなかったんですけどね、ここ数週間ぐらいはですね、かなり専門的な話があったりとかですね、ちょっと方向性が前と変わってたんですけれども、今回は、すごくスピリチュアルな内容になってます。早速ですね、中身を紹介していきたいんですけれども、まずですね、ケッシュ博士が最初にお話しされたのは、人生の構造というか、人間っていうのは、どのようなその位置づけになっているのか、その宇宙全体で、人間がどのように構成されているのかですね、それについて話をですね、始められました。ちょっと板書の方をですね、出したいと思いますね。ちょっと待ってくださいね。画面を貼り付けますね。ですね、最初、ね、まだあまり進んでないところの板書をちょっと出してですね、ここから始めていきたいなと思うんですけれども。まずですね、ケッシュ博士が言われてたのは、我々はですね、生命誕生の仕組みを理解する必要があるんですと。ふうにおっしゃるんですね。で、ここにですね、書かれてある、ここから板書が始まったんですけれども、まずこの図にちょっとね、着目していただきたいんですね。で、我々の血液、ね、体内に流れている、血液というのは非常に重要なものですよね。他の動物にも流れている、ね。で、ケッシュ博士はこの血をですね、非常に重視されているわけですね。まず生命にはヘモグロビンの血清性が欠かせないんだと。で、それが血を作っていくんだというふうにおっしゃるんですね。で、そのヘモグロビンというのは、ごめんなさい。海の中でのですね、様々な元素の気体部分と固体部分の交わりから生まれたんだというふうにおっしゃるんですね。で、つまりこれは、マグラブ作ってる方だったらお分かりだと思うんですけども、ガンジのイメージに近いかもしれませんね。ガンジというのは、その中でですね、これがガンジを作ってるイメージなんです、実はですね。こちらが例えばナノコートした銅で、こちらが他の金属、ね、になっています。で、これがワイヤーで繋がれてるわけですよね。こういった中でですね、気体部分と固体部分の交わりですね、から、ヘモグロビンというのが生成されるんだと、ね、おっしゃるんですね。つまり、ここにですね、これが鉄だとするとですね、で、こっちが例えばというか、ナノコートしたらどうですよね、CH3 ガンズの作り方ですと。そうすると、CH3 ガンズが生成されてくる。それが、ヘモグロビンの、と似たような働きをするんだとね、おっしゃるわけですね。で、それが生命の基本を生成していくんだと。そういうことみたいです。で、その気体の生成にはですね、例えば、酸素とか、炭素とか、水素とか窒素。これは、おそらく酸素、水素、窒素っていうところにね、焦点があるんだと思うんですけれども、そういった気体っていうのが生まれてくるわけですけれども、様々な作用によってですね。で、気体部分、これをソリッドパートっていうふうにおっしゃってました。必ずしもね、そういうイメージがつきにくいんですけども、そういうふうにね、説明されてました。で、液体部分がマターパート、物質の部分ですね。この融合により、生命の始まりということですよね。ですから、これとこれが対応してるんですよね。気体とでこの液体部分の融合により、生命が生まれるんだと。具体的には海ですよね。生命のが生まれてきたと言われている、海の中でそのようなガンズの生成される状況が生まれているんですね。で、ヘモグロビンとかですね、そういったものができていくんだと。で、海の中とかですね、人の体内、実は人の体内も非常にプラズマティックだと言われています。ケンシ博士がそのようにおっしゃってるんですけども、我々のその物質的な状態とですね、表面的な部分。体内では実はプラズマティックな反応が起きてるんだというふうにされてるんですね。で、その人のその、ね、体から出てきたものでガンズが作られたりっていうね、ことも最近はやられてますけども、人の体内で鉄がヘモグロビンを作る環境になると。海の中もですね。あとですね、海の中ではですね、数百万の異なった状態の物質同士、それが気体とか液体とか、固体とかね、様々なその状態にある物質同士がですね、反応し合ってですね、その反応が生命を生み出すっていうふうにね、なってくるわけです。で、生命はヘモグロビンから始まったんだというふうにケッシュ博士はおっしゃっています。我々のその肉体を構成している具体的な物質ですよね。物質レベルのお話。これはどっちかというと、プラズマ的な状態っていうよりは、マターステート、物質的な状態のお話ですよね。そこからケッシュ博士は始められたわけです。実際にそういった構成要素から我々は成り立っていて、我々の体はですね。で、それは、元を正せばですね、言ってみたら、自然の海のガンズの中からですね、生成されてきていると。ガンズを作る環境が自然の中にあるわけですよね。ということを最初にお話しされています。でですね、これ22分目なんですけれども、次にお話しされてたのが、気体の部分と液体の部分の融合により、ヘモグロビンができるってね、さっきお話しさせていただいたことなんですけども、これがですね、海の中に漂っている様々な元素、鉄とか亜鉛とか銅などと反応して、でこれがさらにですね、カルシウムと反応すると、生命の構成要素、人間の体が出来上がるんだっていうね、おっしゃっています。で、これがですね、実は宇宙全体でもね、同じことが起きてるんだっていうふうにおっしゃるんですね。宇宙全体っていうのはね、非常に大きな話ですけれども、地球以外の環境ですね。地球には我々とか動植物、生命体が存在しているわけですけれども、ケッシュ博士によると、生命は我々だけではないんですね。っていうか、非常に、様々な無数の生命体が宇宙には存在していて、しかもそれは、すべて連携し合ってるんだと、協力し合ってるんだっていうね、そういうふうに考えられているみたいなんですね。で、それをケッシュ博士は、ユニバーサルカウンシルですね。言ってるわけです。宇宙の共同体。すべてみんな仲間であると。で、あと、この後もですね、その話につながってくるわけですけども、我々はですね、まだ宇宙の共同体に入りきれてないところが実はあるっていうね、そういうふうにケッシュ博士はおっしゃるんですね。これから宇宙のその人員のメンバーにですね、入っていかなきゃいけないんだと、我々はそうですね。そのために、例えばこういうガンズとかですね、プラズマの勉強とかですね、そのフリーエネルギーを生み出したりとか、食べ物とかエネルギーを自分で生み出したり、水をクリーンにしたりとか、そういった英知を携えて、やがて宇宙に出ていくんだと。で、様々な存在たちと交流していくんだというふうにおっしゃってるわけですね。で、様々なその生命体が基本となるその構成要素から成り立ってるんだと。これは地球でも、地球以外でも例外ではないですよと、そういうことを大事です。でその次にですね、機体部分にはさまざまな元素が存在しているわけですけども、それは太陽のフィールドと地球のフィールドの交わり、それを表しているのが、この部分だったんですけどね、ちょっと図面は分かりにくいんですけども、太陽の部分と、確かこれが地球だと思うんですね。地球の部分。で、このエネルギーがですね、交わってくると。それによって、さまざまな気体というのはね、生まれてくるんだというふうにおっしゃってます。で、我々、その地球に生きている生命体はですね、酸素とか、炭素、二酸化炭素ですよね。先ほどの炭素とは二酸化炭素の方ですね。炭素とか二酸化炭素だけではなくて、他のすべての元素をですね、実は我々は大気中から吸収してるんだと、交流してるんだというふうにね、おっしゃっていました。そういう自覚全くないんですけどね。はい。確か大気は、窒素が 70% でしたっけ？で、酸素は確かね、それ以下なんですけどね。いろんな元素を実は取り入れているんだと、ね。で、これもですね、後半部分とちょっと被るんですけども、実はその物質を取り入れているだけではなくて、物質のエネルギーをね、我々は取り入れているんだってね。この146回目のナレッジシーカーズワークショップで、結社としてはおっしゃってました。ちょっとどこで出てきたかわからないんですけどね。そういうことも忘れないうちに言っていきたいと思います。で、自然界の、その蒸気とか水、もともとはその気温となる、ね、元素から成り立っていると。それは物質としてね、もちろん存在しているわけです。で、そのことは人間も同様なんですね。肉体を持った存在だけではなくて、その環境の、スペクトラムというのは何て言うんだろう。例えば光のスペクトラムとかね、言ったりしますけれども、例えば青とか赤とか、その固有の色はですね、その周波数というか、存在する領域が決まってるんですね。周波数に応じた存在領域みたいな感じです。大体、イメージ的には。例えばね、ちょっとあれですけども、具体的な例がね、例えばラジオなんかね、固有の周波数が決まってるじゃないですか。FM とか AM とかね、あとラジオ局によって、ね、77メガヘルツとか、ね、そういうのがありますよね。で FM のその存在する、ね、周波数帯域、あと AM のね、存在する周波数帯域みたいな感じで、固有のその振動数に応じた存在領域、そんなような意味で捉えていただきたいんですね。仮にですね。正確な定義はちょっと後で調べてください。で、その、肉体を持った存在だけではなくてですね、その環境、これは物質的な環境とは限らないんですね。もっとプラズマティックな環境の方がメインだ、みたいな感じでおっしゃってました。その存在が存在している環境のスペクトラムに応じてですね、より上位レベル。この上位レベルっていうのが、我々はね、ちょっと抵抗がある方はいらっしゃるかもしれないんですけど、そのように表現されてたんでね、特にその、なんか支配する存在とか、支配される存在って、そういうニュアンスはないというふうに、基本的には考えてください。簡単に言うと、より進化した存在みたいな感じですよね。より進化した存在。そういったレベルにおいては、もちろんその知性を持った構成要素として存在してるんだっていうのをおっしゃるんですね。だんだんこの辺からスピリチュアルな感じになってきますよね。決して私は科学者ですから、そんなこと言いそうにないんですけど、実は非常にスピリチュアルだったりするんですね。はい。今回そういう話になってます。地球というスペクトラムの中ではですね、人間はですね、肉体という構成要素をもちろん持っています。ですけれども、別のスペクトラムにおいては、例えば足などの体の構成要素というのはいらないというふうにおっしゃるんですね。もちろん人間だけでなくて、別の動物においても、例えば翼のある動物だったら、翼はいらないわけです。しかし、その置かれた、コントロール可能な環境、その存在にとってですね、コントロール可能な環境において、より自由度の高い領域ですね。例えば我々から見たら地上を超えた領域ですね。大気中とかに、動物とか人間以上の性を持った存在としてですね、存在している。地上にいる生命よりも高度な存在っていうのが、我々の地上以外にも存在してるんだっていうふうに、ケシ博士はおっしゃっています。かなりちょっとね、我々の常識からすると、ぶっ飛んでる内容なわけですけども、そもそも科学っていうのは発展途上ですからね。我々の、知り得たことだけが全てなわけではないわけで、その証拠にですね、例えばテクノロジーで放射能を簡単に除去できたりとか、マグラブによってですね、プラズマエネルギーを集めて、電気代が安くなるとかですね、ちょっと現代科学を超えたレベルまでも我々はもうすでに体験しているわけですよね。ですから、ありえないことじゃないかなって個人的には思いますね。はい。この後どんどんすごくなってくるんですけどね。はい。しかしですね、生命の存在というのは実はこの地球の範囲は限られないんだと、ね、おっしゃっています。大体この辺で起きていることが全て地球の範囲なんですね。この辺に地球があると思ってください。で、大体この辺もですね、これ地上に近いところですね。で、この辺が空気中だとしたら、大体もう地球に近い領域ですよね。で、地球にとどまらない、じゃあ何かっていうと、ここでケシ博士が説明されたんですけども、太陽系という海の領域、太陽系を海に例えてるわけですよね。実際に海なわけじゃないですけども、さらにその、ね、例えばこれが太陽系ですね。で、さらにそれを超えてですね、銀河という海の領域にもですね、同じようなプロセスで、生命というのが存在してるんだよと、ね、そういうふうにおっしゃっています。で、それぞれの環境において、上で述べたようなですね、エネルギーフィールドの交わりですね、固有のエネルギーフィールドっていうのを、例えば、ね、ナノコートした銅と、ね、亜鉛とかですね、固有のエネルギーフィールドを持っているわけですね。それが交わることによって、第4の物質、ガンズが生まれてくるわけですけれども、同じようにですね、エネルギーフィールドの交わりが起きてですね、生命が存在できる状況を自ら作り出して、生命がそこに存在すると。例えば我々人間もそうですよね。はい、我々は自分で自分の環境を作り出しているっていう意識は全くないんですけれども、実は自分で作り出しているんだと。そういうことですね。で、生命はですね、与えられた環境で自分自身が存在するために何を必要とするかを自分で決められるっていうね、ケシ博士はおっしゃっています。すごいですよね。そういう自覚全くないんですけどね。つまり、我々のその地上というのは、3次元世界なわけですけども、周波数でね、仮に表すことができるとしたら、その周波数に完全にマッチして我々は存在してるわけですよね。それっていうのも自分でその選択してるんだっていうね、そういうことみたいですね。例えば地上以外で、存在している生命体、そういう生命体はですね、また別の環境があって、もっと物質的ではない、プラズマティックなね、環境が、あるかもしれません。そういった環境で、に適応してですね、いうことですよね。で、先の方にね、行きたいと思います。あと、ちょっとチャットを見る、余裕がないのでね、ちょっとこのまま、突き進みたいと思います。ちょっとですね、マイクの方ですね、今、ミュートにしてるんですけども、それを、ちょっとね、ミュート解除します。ちょっと待ってくださいね。今ミュートを解除しました。で、聞いている方は音声をミュートにしてもらっていいですか？ OK ですね。で、一応今ミュートを解除しましたので、発言まだしないでくださいね。私話してます。何か後でですね、ディスカッションの時間も設けるんで、お話してください。じゃあまたちょっとも画面戻りますね。ちょっと続きをね、いかせていただきたいと思います。太陽という海の領域、さらに超えて銀河という領域においてもですね、同じようなプロジェクトで生命が存在していると。で、宇宙共同体というね、ユニバーサルコミュニティっていうね、ごめんなさい、ユニバーサルコミュニティですよね。ユニバーサルカウンセルじゃない。ユニバーサルコミュニティって言い方をされています。これは、人間もそのメンバーに今なりつつあるわけですけれども、それ以外にもですね、様々な知的生命体がいるという前提で、結社としてお話しされてるんですね。人類は、やがてですね、その仲間になることができるんだと。で、宇宙全体では、このようにして、生命は異なった状況下で存在している。つまり、既に我々のようなね、物質的な三次元世界にいるとは限らなくて、肉体を持っているかどうかは分からないんだと。極端なことを言うんですよ。何かその環境があって、その環境に適応した形でですね、生命体が存在しているんだということですね。で、人間はですね、自分たち以外の他の存在を知るための英知っていうのを得てるんだっていうね、結社活動をおっしゃいます。もう具体例をね、されてたんですけれども、例えばですね、今から約500年前のアメリカ大陸が発見した時のね、状況によく似てるんだっていうね、おっしゃるんですね。500年前もですね、もちろん大陸はそこにあったわけですね。いわゆるインディアンという方たちがね、住んでらして。で、我々というのは、これ西洋の人たちですね、ヨーロッパから、行った人は、アメリカ大陸をまた発見したのと。ね、1回目に発見したのはこっちですよね、きっとね。はい、発見したって言っていいのかあれですけども、2回目に再発見という言い方をね、結社活動されてたんですけども、その時にね、発見した。例えばね、これは何を言わんとしてるかっていうと、インディアンの人たちっていうのが、その環境に適応した宇宙的存在だと思ってください。そこでいろんな食べ物を生み出したり、エネルギーを生み出したり、優れた英知を持ってるわけです。で、今の地球人というのはね、こちらに属すると思ってください。ね、これからそういった大陸を発見しつつある我々っていうふうになぞらえてるわけですね。だから我々がこれからですね、英知を携えて、宇宙に出てきた場合にですね、もしかしたら宇宙人で食わすかもしれないと。ね、そういった時にまさに、500年前のアメリカ大陸が発見された時の状況に、似ているんですよっていうね、おっしゃるわけです。ここに書いてますけどね、同様に、宇宙、あるいは宇宙的存在というのは、常にそこにあるけれども、我々は今ですね、それらを再発見しようとしてるんだと。宇宙に出てってからですね。もちろん宇宙というのは今も昔もね、変わらずそこに存在してるけれども、例えばそこに宇宙人がいるかどうかってね、わからないわけですね。確率的には間違いなくいると思うんですけどね。これだけ広大な宇宙ですから、ね。ヨーロッパ人がですね、アメリカ大陸に到達したとき、そこで彼らは様々な新しい食べ物っていうのをね、得ました。トマトとかね、香辛料とか、いろんなヨーロッパにはなかったものをね、得ることができたんです。で、やがて我々が宇宙に出てった時もですね、同じようなこと、つまり食べ物とか、存在の出会いが起きるだろうですね。その存在たちは我々よりももっと優れた英知を持っていると、ね、そういうふうにおっしゃいます。ですから、宇宙船に乗ってですね、これから地球がこの辺にあるとしたら、まずは太陽系のね、外縁まで我々行くんですよね。で、そこからさらに、太陽系を飛び出して、銀河のね、領域まで行って、ね、銀河飛び出すかどうかちょっとわからないんですけども、もしかしたらそこで別の生命体、我々よりも高度な知性を持った生命体に出くわす可能性が ね、あるだろうっていうね、おっしゃるわけです。で、ケッシュ博士は、例えば今の著名なね、宇宙物理学者で、ちょっと名前ど忘れしたんですけど、かなりネガティブにね、捉えていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、例えば宇宙人に会うのは危険だからやめろとかですね、はい、そんな感じで。でも、ケッシュ博士は全くそういうことがなくて、もっと好意的な存在、しかも我々よりも優れた存在に会う可能性が高いっていうね、そういうふうにおっしゃるわけです。それは、個人的には非常に理にかなった説明だと思うんですね。我々がそれを望めばですね、我々はそういったリアリティに直面する可能性が高いんじゃないかと、個人的には私は思ってるんですよね。はい。っていう感じでですね、ずっといきまして、結構長い説明がね、もう40分も経ってますけどね。このようにですね、異なったエネルギー的な強さや構造、そういうのを組み合わせることで、呼び方は何でもいいんですけども、生命がですね、作られてるんだと。で、生命っていうのは貴重であって、尊重されるべきだというふうにね、ケッシュ博士は教える。で、この地球上で、人間がやってるようなやり方、具体的には動物に対して人間がやってるようなやり方を指していると思います。そういうやり方でもってですね、生命っていうのは本来食べ物ではないんだと。生命っていうのは非常に貴重な存在であるからこそ、そうやって虐待とかしてですね、食べ物にするべき存在ではないんだよっていうね、おっしゃるわけです。そうかといって、我々、ね、植物でも生命なわけですから、生命を取り入れないと生存できないっていう状況であるわけですけどね。今の我々のその社会が行っているような、ものとして動物を扱うようなやり方を、戒めてるんだと思うんですね。あとですね、ケッシュ博士は、プラズマテクノロジーによって、植物をね、の育成を促進したりとか、水を作り出したりとかですね、そういった技術があるので、そんなにね、動物をね、虐待とかして、虐殺とかして、食べる必要もないんだよっていう、そういうことも、言わんとしてるのかなと思いますね。で、あとですね、我々は、ここからですね、どんどんスピリチュアルな話になってきます。五感に、五感がありますよね。で、五感に感情という感覚、さらには魂というね、センターを司る、センターコントロールを司るものを付け加える、時代にね、もう来てるんだっていうね、おっしゃっています。人間というのは、深い感覚っていうのはね、感情に由来するってことを知る必要があるんですよっていうね、ケッシュ博士はおっしゃっています。感情の強さとか、その反応を理解する必要があるんだよ。で、感情と感情の交わり、影響の与え合いの中で、感情全体の影響の与え合いというのを理解して、魂のコントロールに関わりをもたらすもの、いわゆる源を理解することになるんですね。非常に、なんていうかな、抽象的でね、イメージがつかみにくいかもしれないんですけども、その源っていうのはね、地球上の他の言い方で表すと、マカバと呼んでいるっていうね、ケッシュ博士はおっしゃってました。別の言い方、もっと宇宙的な見方をすればですね、全体性っていうね、呼ばれてるんだと。このようにおっしゃってるわけですね。ここはね、ちょっとイメージしづらいかもしれないんですけど、もうちょっと先の方に行くとね、だんだん分かってくるところなんで、ちょっと辛抱してください。その意味においてですね、我々が理解するためには、他の魂にですね、他の魂に何かを送ったり、影響し合うのに、身体的なものは必要としないんだっていうね、おっしゃっています。身体は本来不要で、感情があればいいんだと、ね。感情っていうのは、魂のセンサーだというんですね。感情はエモーションってね、訳されますよね。魂はソウルっていう訳されます。このエモーションとソウルっていうのは密接に関わってるんだっていうね、ケッシュ博士はおっしゃってるんですね。例えば危険な出来事とかですね、恐れとか喜びとか、共同体構成員との関わり合いの中で生まれる他の感情、それらの感情というのを、我々はですね、身体ではなくて魂で捉えてるんだっていうね、哲学家はおっしゃっています。しかも単一の魂ではなくて、共同体の魂として、共有していて、それが共同体の中でのコミュニケーションとか、存在のですね、そのものに結びついてるんだというふうにおっしゃっています。全体性、これもちょっとイメージしづらいんですけれども、例えば個々の存在ね、我々一人一人の構成員ですね、他にもたくさんの人がいるわけですね。そういったまとまりっていうのは、実は魂で結びついてるんだっていうのはね、ケッシュ博士の考えなんですね。で、全体で一つを構成していると。このことを全体性っていう言葉にね、現れてるんですけども、全体性の中で我々が理解しなければいけないことはですね、我々の感情がですね、全体性の中で深く結びついていて、しかも相互にですね、魂的に影響を与え合ってるんだというね、おっしゃっています。肉体レベルで我々は繋がってるんじゃないですね。感情ですね。感情媒介としてですね、本当は魂同士が繋がってるっていうね、おっしゃってるわけですね。全体としての魂ですね。全体としての魂と我々が作り出す感情っていうのはね、密接な関わりがあるんですよっていうね、おっしゃっています。つまり、感情を理解するっていうのは、これは、自分自身の感情、あるいは誰か他の人の感情ですね。感情を理解するっていうのは、内なる全体性を理解することにつながるんですね。ここも非常に分かりにくいんですけども、いわゆるスピリチュアル的なことにね、興味がある人だったら、ピンとくるんじゃないかと思います。内なる全体性ってね、一言でケシャ博士がおっしゃるんですけども、非常に深い意味が含まれてますよね。一人一人の構成員ですね。その構成員というのは、魂のレベルで深く結びついているんですね。で、このコミュニケーションに必要なのは、感情を媒介としてるんだっていうね、ケッシャー博士がおっしゃるんですね。で、その感情を理解するっていうのは、内なるこの全体性を理解することにもつながってくるんですよね。そういうことをおっしゃってるわけです。魂っていうのはですね、それ自体全体性なんだと。つまり、この個々の我々一人一人っていうのは全体なんですよっていうね。で、個々の魂っていうのは、全体の源の一部なんですよね。より大きな、構成、共同体の一部を成してるんですよね。ということをおっしゃっています。宇宙共同体、ここでもユニバーサルコミュニティっていうね、言葉が出てくるわけですけども、このことを理解した人、理解した存在というのは、平和の中に生きているだろうというね、ケッシャ博士はおっしゃっています。実はそれは人類がですね、待ち焦がれているものですよね。今、世界中で争いが絶えないですよね。戦争が常に起きていると。人がね、悲しんだり、そういう状態が起きている。本当はそういうことを望んでないはずなんだけれども、我々というのはね、そうじゃない方向性に進んでるんだと。でも、ケッシャ博士は、それが可能だっていうんですね。平和の中に生きることが。それは全体性を理解するのが鍵だっていうふうにおっしゃってるわけです。今やですね、この感情という知識を人の身体ではなくて、人の魂に手渡していく時期にね、来ているんだと。そういうふうにおっしゃっています。で、ようやくその31分目まで、31分目まで来たんですけどね。ちょっと1回目なんでね、緊張してる可能性があるんですけども。ちょっと待ってくださいね。この辺からちょっとね、画面を流してみますね。若葉のところですよね。自衛隊の進めしたいですね。もうちょっと先ですね。今話されたのがこの部分ですね。個々の魂というのは全体であって、個々の魂というのは全体の源の一部だっていうね、そういう話です。で、板書が同じみたいなんで、ちょっとこのままね、行ってみたいと思います。ちょっとこっちにね、行ってますね。ここですね、全体性の中で物事というのを見たときに、全体というのはね、創造主を意味してるんですね。神のような存在、例えばこの大宇宙を作った存在ですね。世界的に著名な科学者ほど神のような存在を信じているというね、言われてるんですけども、ありえないことじゃないと思うんですよね。我々の人知を超えた仕組みというのが存在しているわけですよね。地球はなぜ自転しているのかですね。とかですね、そんなの考えてもわからないですけども、そういうのを生み出した存在というのはいてもおかしくないと思うんですね。全体では創造主のこと。で、内なる魂の関わりの中で物事を見たときに、その内なる全体性というのは、創造主を意味しているんだとね、おっしゃっています。創造性の魂の強さというのを届けない限り、どんな言語であっても、コミュニケーションは成り立たないんだよと。ただ言葉を交わすだけではなくて、魂と魂が触れ合うことが本当のコミュニケーションなんだよって、聖書博士はおっしゃってるわけですね。ですから、最終的には言葉はいらないのかもしれないですよね。例えば外国の人と話す際にも、なんとなく話が通じてしまうみたいな、たまにそういう人がいたりするんですけどね。はい。全体性の中で、創造のエッセンスを知ってですね、宇宙のさまざまな側面を知ったものというのは、魂のさまざまな要素、その要素ね、そういうのを知ることになるんです。コミュニケーションというのは感情の理解の一部であって、全体性の反応である。ここもちょっとね、分かりにくいかもしれないですけどね。つまり、我々のコミュニケーションには感情のっていうのはね、非常に深く結びついていると、ね。もっと言うと、魂レベルで深く結びついて、初めてコミュニケーションが成立してるんだよってね。で、それは突き詰めると、全体性の反応でもあるんですよね。そういうことをおっしゃっています。身体、感情、魂というのは、互いに深く結びついているんですね。結社博士はおっしゃっています。実はこれは、宇宙的な関わり合いにおいても一緒だっていうんですね。魂というのは全体性の中で影響を与えやな、身体には制限はありますけれども、人間は魂を通じて、これ英語ではソウルですよね、ソウルを通じて全体性の中で上昇していく、より深い部分に入っていくことができるってね、結社博士はおっしゃっています。まずソウルを持ち出す時点で、ね、非常にすごい科学者なんですけどね。はいでもソウルっていうのは非常に人間にとって、存在にとって非常に根幹となる部分なんですよ、ね。それあってこそのコミュニケーションだし、それあってこその宇宙的なね、共同体の中で人間がこれからね、どんどん宇宙に出ていく上で非常に重要になるんですよってね、おっしゃっています。どのように人間を宇宙共同体の中にね、の中の一員であるということを、個々の魂に教育していけばいいのかと。ね、実はこれは、今このケッシュ博士のですね、ナレッジカーズワークショップとか、そのケッシュ博士の内容に触れている人、すべてに問いかけているわけですね。どうしたらいいと思いますかっていうことですね。ケッシュ博士によると、それはあなたの選択次第なんだってですね。魂の振る舞いの中で、魂と魂の交流の中でですね、進展が起きているということをあなたは実は知ってるんだと。また、洞察力も持ってるんだから、ね、あなたがですね、魂的に上昇して、他の仲間にね、教えていったり、あるいはこれは自分自身のね、魂の中でもね、言えるんですよってね、ここも実はすごくスピリチュアルなところであるんですね。人間というのはですね、例えば全体性のね、さっきの話がありました。この辺にね、ちょっとこうやって印をつけたんですけども、我々人間はですね、自分の肉体だけが全てだと思ってるわけですよね。ところがケッシュ博士によると、そうじゃないんだってわけですね。他にもいろんな仲間っていうのが実はいてですね、もしかしたら別の次元にいるかもしれないし、ね、別のどこかにいるかもしれない。それが実はネットワークをなしてるんだっていうんですね。で、ネットワークをなしていて、互いに協力関係にあるんだと。だから、自分がその何か新しいことを学んだら、自分と同じそのフィールドっていうかな、地面に立っている他の人間に伝えてもいいんだけれども、そうじゃなくて、魂レベルで深く結びついた人にもね、影響を与えていけるんですよってね。そういった深い眼蓄が含まれてるわけですよね。そういうことをおっしゃってるんですね。魂的に上昇して教えればいいんだっていうね、そういう方の中にそういう意味が込まれているようにね、感じます。人っていうのはですね、全体性の中で生きているってことを、あなた自身、つまりこれをケッシュ博士のね、言ったことを聞いている私たちが自覚して、私たちが進化をリードしていけばいいんだっていうね、ケッシュ博士はおっしゃっています。で、今まではですね、我々というのは、物理的身体が全てだっていうね、思ってきたわけです。人間が死んだら終わりだと。そういうふうに学校とか親とかに教えられるわけですよね。でそういうね、あの世は存在するとか言うと、ダメなわけですからね。社会的にちょっと、ね、虐げられてしまう可能性があるんですけども、実はそうじゃないんだっていうんですね。神経システムを使って、情報伝達を行う。脳の仕組みですよね。人は魂の織りなすコミュニケーションラインの一部だっていうね、資料になる。これはどういうことかっていうと、神経システムを使うのは我々一人一人の人間ですね。で、それは実は神経システムを使ってるだけじゃなくて、魂との結びつきがそこに成立するんだと。で、魂との結びつきによってコミュニケーションが成り立つんだと。それをコミュニケーションラインっていうね、言ってるわけです。コミュニケーションラインの一部をね、構成してるんだと、自分自身が。それを知るようになるっていうね、ケッシュ博士がおっしゃるんですね。で、人間の神経システムにおいては、全体の 20% の情報が間違って伝達されてるんですね。つまり、我々のその脳っていうのも、物質レベルで、機械的な要素っていうのはね、実はあるわけですよね。誤作動している可能性があるんですね。情報が歪められちゃってるんですね。魂とか感情のつながりっていうのを、科学的に理解するためには、人間の周りには、オーラと呼ばれる、ね、これは本当に科学者と思えない発言ですよね。はい。人間の周りにはオーラと呼ばれる磁気的領域っていうね、おっしゃってました。が、存在していて、それらは見えないものであって、ね、神経システムとか血液システムとか、筋肉作用とは独立しているっていうのを理解する。それが必要なんですよっておっしゃるわけです。で、ここでちょっと板書が変わったんでね、それを出したいと思います。39分ですかね。結構ね、話がこう時間がかかっちゃうもんですね。やってみないとわからないといけないことですね。ちょっとね、再生してみましょう。今日進めないといけないですね。失礼しました。今の図ですね。はい。これが、今の説明にね、当てはまるところなんですけども、これが人ですね。で、オーラというふうにケイシュ博士が言ったのは、この部分を指していると思ってください、ね。魂とか感情のつながりを科学的に理解するためには、つまり科学で理解できると言ってるわけですよね。でも、現代科学ではないと思うんですよね。はい、プラズマテクノロジーを加味した、より進化した科学で理解することが可能だということなんでしょうね。科学的に理解するためには、人間の周りにはオーラと呼ばれる磁気的領域が存在していて、それらは見えないものであって、神経システムとか、血液システムとか、筋肉作用とは、独立して存在しているんだということを、理解する必要があるんですね。もし物理的身体的交流なしで人間が自分自身を見たとき、人は自分自身が球体であるように見えるだろう。ここも非常に鋭い洞察力ですよね。これをまさにいわゆるスピリチュアルなところ、世界では言われていることだし、言われていることなんですね。はい。はい。一応私、マグラブの先生なんでね、ちょっと細かい話をちょっと端折りたいと思うんですけども、どういう意味なのかということですよね。我々はですね、人間をですね、ここに頭がついてますけども、頭のついた状態で実は見てると、ね。しかし、ここではですね、人間を身体的な構造を持たない動く領域っていうね、ケシュ博士はこの青い部分で動く領域っていうふうにね、捉えてみようっていうのをおっしゃってました。つまり頭があって、手があって、ね、胴体があって、足がある存在じゃなくて、そのいわゆるエネルギー的な存在として見てみましょうっていうね、そういうことをおっしゃってるわけです。で、ここで魂としての人間を見た場合、プラズマ的な他の存在とのつながりが見出せるんですね。ここに書いてることはですね、ちょっとケシュ博士が言わなさそうなことじゃないですか。でもこれはほとんど、翻訳に近い形で板書を残してますからね。非常に興味深い話なんですけどね。人間はですね、魂として見た場合に、プラズマ的な視点でですね、他の存在とのつながりが見えてくるっていうね、ケシュ博士がおっしゃるんですね。人間にはオーラがあると。全体性を理解していないので、多くの人間はそれに気づいてないだけだっていうね、おっしゃるんですね。この全体性というのは、太陽からの、その光線の磁気的なね、電気的なエネルギー線のように放射されていると、こんなふうに、ね、放射されていて、多くの魂と実はつながってるんですよって、ね、おっしゃってます。例えば、100年前に死んだおばあちゃんですね、私たちのおばあちゃんですね。これがおばあちゃんです。はい、これはおばあちゃんです。で、私たち。で、オーラ的な交流、ね、オーラ的な交流が起きている図なんですね。100年前に死んだおばあちゃんともつながってるんですよっていうふうにね、ケシュ博士はおっしゃっています。つまりおばあちゃんはもう肉体をね、捨ててしまった、もういらなくなったんでね。ですけども、別のフィールドで創造主のエッセンスとして存在している。これだとね、ちょっと抽象的で、我々とは違った形で存在しているような感じなんですけど、実はケシュ博士はそういうふうには捉えてなくて、個々の環境っていうのはね、存在する環境というのがあって、例えば我々の地上、ね、それとは全く異なった環境も存在している。そこで、例えば肉体、我々のような肉体をまとわなくても、英知を持ってですね、より創造性に満ちた人生をクリエイティブできるみたいな、そんな風にケシュ博士は捉えているようなんですね。我々にとってのおばあちゃんもまさにそうなんですよ。100年前に死んだおばあちゃんですね。仮にそういうね、おばあちゃんがいたとすればですよね。そのおばあちゃんとはですね、我々は夢と呼ばれるものの中で交流があるんだっていうんですね。その時ですね、彼女、おばあちゃんは、あなたの魂の中を上昇して、私たちのね、で、魂は私たちの身体を安全な状態に保ってるんだってね、ケシュ博士はおっしゃっています。で、あなたはこういうだろう。夢を見たんですね。おばあちゃん出てきたんですね。そういうことです。でも我々は夢だとしか思ってないわけですけどね。でも実はそうじゃないんだよっていうケシュ博士がおっしゃってるんです。夢というリアリティの中で我々は魂的なそのプラズマ的な交流をしてるんだよっていうね、そういうふうにおっしゃってるんですよ。それはあなたが全体性の一部であることを実は示しているんだとね。我々も全体の一部だし、おばあちゃんも全体の一部ですね。そういったことを我々に知らしめている、知ることができるんですよってことですね。しかし彼女、おばあちゃんは、あなたが気づいていない、あなたがつながっている、他の存在にも気づいているんだっていうね、結社活用する。例えばこの点で表したものですね。これが存在だと思ってください。でも我々とは明らかに違った環境に属しているので、我々は気づいてないんですね。この存在。ね、どういった存在かはわかりませんよ。ね、でもおばあちゃんにはわかるわけです。おばあちゃんは我々とは異なるスペクトラムの中に存在してますから、ね、よりプラズマティックになってるわけですね。物質的じゃないわけです、ね。だからおばあちゃんはこういった存在を感じていると、ね。我々をもしかしたら守ってるかもしれないし、ね、どういった存在かはわからないんですよね。で、あなた、私たちはですね、エネルギー的な強さの違いから、それらの存在には気づいてないんですけれども、魂のコネクション、つながりで、つながってるんですよ。ということですね。で、あなたは、全体性に気づくだろうし、私たちのことですよ。感情を理解するために、自分自身のインナーセルフに入っていくですね。インナーセルフという表現をしていました。これはですね、全体自己とかですね、例えば我々はね、ここに存在してますけども、我々の、例えば潜在意識の領域ですね。我々は潜在意識を持ってるわけじゃないですか。ただ潜在意識ってのはもっと広いだろうっていうね、我々もなんとなくイメージできます。その広いですね、全体を指してるみたいな、そんな感じですね。インナーセルフ。例えばハイヤーセルフなんていう言葉ありますけどね、それに近いですよね。すべての感情のバランスを見出したとき、魂のバランスも見出すだろうとね、おっしゃっています。我々はバランスが取れてないんですね。それは感情によって知ることができる日々のですね、自分の魂、他人の魂のバランスが問題なんですよということですね。自分自身の内的な構造の中で自分の魂のバランスに満足したとき、満たされたとき、あなたは他人のバランスも見出すようになるし、宇宙は創造のために知識を開いていくんだ。誰にっていうと私たちですよ。宇宙の方から、何かを生み出すために、知識をどんどん開いていくんだってね、おっしゃってるわけです。これが全体性の理解だっていうね、結社博士はおっしゃっています。人間は身体のみではなく、全体の一部として魂的な交流があるんだと。他の存在たち、人間かもしれないし、そうじゃないかもしれない。他の存在たちっていうのは、あなたを身体的な原子の塊として見るんじゃなくて、集合体として、魂の一部としてね、見るようになるんだと。これから、例えば人間が進化していくとですよ、宇宙的な知識はなくてもですね、人間はこの惑星でですね、他の生物、まあ、もちろん人間も含まれるわけですけれども、その間で平和を求めてですね、相互理解を深めていく必要があるんだとね、そういうふうに講義は締めくくられています。以上がですね、結社博士が前半部分におっしゃっていたことです。非常にですね、中身は濃くてですね、なかなか馴染みがある人とそうじゃない人がいらっしゃるかもしれないんですけども、非常に素晴らしいなと私は思いましたよね。今のその、例えば、結社博士は、原子力のね、専門家ですから、もともとそんなニュークリアのエンジニアだったわけですよね。その非常に専門的な知識もね、もちろん持ち合わせていますし、科学的な分析力とかもね、卓越されてるんですけども、こういった非常に柔軟な考え方もね、されているということですね。実はこれは、例えばマグラブなんかはね、プラズマのエネルギーは、ね、プラズマティックなものを扱ってますけれども、このプラズマティックな見方をさらに発展させて、それを我々の持っているソウルに適用したわけですね。ソウルというのを説明したらどうなるのか、プラズマティックにですね、プラズマ的な視点から。そうすると今みたいな説明があったわけですよね。はい。素晴らしいですよね。以上がですね、ホストとして、今回ご紹介したかった内容です。146回目のですね、ナレッジシーカーズワークショップですね。この全体的な概要になります。あとは、後半部分は質疑応答でしたので、そこは内容も重複してますし、以上で私からのね、報告は、終わりにしたいと思います。カメラちょっと切り替えますね。もっと彼女に言いましたので、何か発言しない方はミュートにしててください。発言しない方はミュートにしててくださいね。で、発言される方、何か今のものでもいいですし、あと何でもいいのでコメントがあれば教えてください。今、今回はね、非常に、ちょっとスピリチュアルな話でしたけれども、何かコメントがある方いらっしゃれば、おっしゃってください。発言されるときはミュートを解除にしてね、おっしゃってください。どうですか、何かありますか？よかったです。お父さん、なこちゃんが来たよ。マイクがミュートになってない方がいらっしゃるんですけども、ちょっとミュートにしていただけますか？この猫は白猫。ちょっと待ってくださいね。秋元さん、マイクミュートにしていただけますか？秋元さん。はい。何か今ので意見とかあれば、いや、それ以外でもいいんですけど。とても深い話で興味深かったです。ありがとうございます。あとなんか普段疑問なね、再び今グループの方にアップしてくださってます。何かお話があれば。特にないですかね。ゆみゆみさん、聞こえますかね。どうでしょう。聞こえます。野林です。ご無沙汰しております。野林さんですね。はい。非常に深い話ありがとうございました。はい。ケシュ博士はこういうお話、こういう内容をどういうところで認識をされたのかとか、何かそういうのは、イミミさん、どこかで何かウォークショップとかそういうので発言されてるのをご覧になったとか、あとは何かに書かれてるのをご覧になったとか、その辺は何かご存知？コメント？ですね。ミュートなってるよ、俺。野林さん以外の方はミュートにしてくださいね。私はですね、こういった深い話を初めて実は聞いたんですね。ただ、ケシュ博士はよくソウルについて話されるっていうのは、よく聞いてたんですけども、ここまで深い話、初めて聞いたんですね。ですから、ケシュ博士はどういった過程で、こういった考えに至ったのかっていうのは、ちょっと私自身はわからないんですね。はい。わかりました。なんか非常にそこのあたりが、なんて言うんでしょうかね、スピリチュアルな部分だけを、除いたのだけを聞いても、非常に、なんて言うんでしょう、眼蓄が深いというかですね、そういう方がこういう技術のこういうところをやってるというところが、なんかそのバランスというかですね、それがすごく深いなと思いました。そうですよね。どうしてこういう考えに至ったのか、ちょっとね、わからないですよね。ただですね、いろいろなところで、特にニュークリアの人たちは、数十年、80年とか、そのくらいからのこういうところと、冷静というものが重なってくるというのは、いろんなところで聞くことはありますけれども、ここまでその具体的にですね、されてるところで、あとそれを実際にああいうガンズであるとか、そういうものにものとして結実させてる人って、両方いらっしゃらないよなっていうのは確かに非常に興味深いところですよね。そうですよね。だからまあいろんなそのね、例えば経営者方は実は非常にエネルギー的な感覚が鋭いらしいんですよ。それはご本人がもうおっしゃってるんですけどね。例えばマグラブがあったら、そのマグラブから出てエネルギーが分かるらしいんです。ですからこういった鋭い部分は多分お持ちなんだと思うんですよね。こういった深い話になるっていうのはね、何か何かあるんでしょうけどね。そうですね。これじゃ分からないですね。すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ他の方、何かご意見とか何かあればおっしゃっていただけますか。今回の話に限らずですね、何でもいいですよ。今回日本人だけの初めてのね、事実上のミーティングですから、マグラブとか、ガンズとかね、ペンペンとかいろいろありますけれども。なければ私の方から振っていきますけどね。進行の都合上。どうですかね、皆さん。質問が尽きたらもうやめますんで、そこでですね。こんばんは、けはです。どうも、こんにちは。初めましてというか、ネットではよくお世話になってます。はい、いつもお世話になっております。はい。僕もマグラブを作らせていただいてるんですけども、ゆみさんありがとうございます。今日はたくさん訳していただきました。私全くね、英語は Google 翻訳に頼ってるもんですから、ゆみさんみたいな方が訳していただけると非常に情報的にも技術的にもね、助かります。ありがとうございます。こちらこそです。今日のケシさんの話はなんかすごいところまで行っちゃったなみたいな感じで、よくラサールですとか、そういったね、方のお話とかなり重なる部分があって、私なんかもそっちが好きなもんですからね。実際ワークショップなんかやっててもやはり機械的なメカ的なっていうか今の科学レベルの話だとどうも説明ができないところもあって、どこまで喋っていいのかしらみたいなね、そんなところで迷ってたりなんかするんですけども、今日の講義を聞くともうかなりケッシュさんすごいところまでお話しされてるんで、逆にそういう話しちゃってもいいのかなというのですね、今思って聞いてたんですけども。迷いますよね、やっぱり。迷いますね。で実際目に見えない部分、例えばイミミさんもヘミシンクなんかもされてるんで、その辺の感覚はお分かりかと思うんですけども、非常に僕なんかも迷うところがあってですね、でも今日の話、ケシさんがそこまでお話しされてるんだったらいいのかなと思ってたりとか。もう考えてみましょう。やっぱり素晴らしいのは先ほどもお話しされてましたけども、そういった目に見えないものを例えばガンズだとかマグラブだとか実際私たちに分かるものとして、機械っていうかメカとか物質としてご提示していただけるっていうのは今一番進んでるというかすごいなっていうふうには思いました。そうですよね。そんな感想でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他の方、ちなみにですね、これはレコーディングしてますからね。後でまた全体公開、されるはずです。はい。されるように私の方からですね。他に何かありますか、皆さん。何でもいいわけですね。メイさん、すいません。ちょっと、皆さんのこの回の意向なりというところを尊重した上でというところでもちろんあるんですけれども、はい、ご紹介の中で、ですね、マグラブに限定せずにいろいろ話がもうしてもいいですよというふうにおっしゃってたように思うんですが、例えばいろんなところでですね、これは例えば違う技術の面から見るとこういうの理論なりとかがそういうものがなんか今出てるっぽいですよという話とか。あるいはスピリチュアルなところで言うと、いやいや、ここで言われていることは、例えば今もお話もありましたけど、バシャールであるとか、イーさんがよくセスでことを言われますが、であるとか、カタカナの話であるとか、そのあたりをいろいろ複合、複層的にいろいろ話をいろいろしていっても、それは構わないというふうにお考えなんでしょうか。どうでしょうか。いや、もう何でもいいんじゃないですか。いいと思いますよ。わかりました。はい、そうですね。ちょっとそのあたりとのやることをやっていくと、いろいろなんていうんですかね。先ほどのこちらのオーラとあちらのオーラの関わり笑いみたいなものみたいな、ちょっと比喩が悪いですけど、はい、そういったところがやっていくと皆さんもより興味がですね、上がってくる要素もあるのかな。はい、で、現物としてははい、マグラブを作られている方もいらっしゃると思うんですけど、いろいろマグラブにも世界中の方がご紹介いただいている通りにいろんなことをいろいろやろうとして、それでどういうことが起こったかということをいろいろ皆さんに言っているところを見ますと、なんか何でもいいのかなという気もちょっといろいろし始めておりまして、ここのなんか線に乗っていろいろこちらもやれるとなんか面白いことができるのではないかなという気がしております。そうですね。はい、例えばまあ、結集財団のマグラブというのは、どっちかというと、いわゆるフリーエネルギー装置としてですね、電気を、プラズマエネルギーを生み出して、それを消費電力を削減するっていうね、物理的な面を、まあ、重視しているわけですけど、例えば別のプラズマ装置がありまして、Q6 とかね、まあ、以前ちょっとグループの方でご紹介させていただいたことがあったんですけど、そちらはもっとスピリチュアルな、ノートを重視してましてね、例えば自分のハイヤーセルフとつながるために使うとかですね、エネルギー、工事のエネルギーを下ろしてヒーリングするとかですね、そういったかなりスピリチュアルとに偏った使い方もね、されたりするんですね。Q6 はもうマグラブから基本生まれたんでね、構造もよく似てるんですけども、まあ、人によってはそういう活用の仕方をね、まあ、プラズマ装置に求めている方もいらっしゃるわけですよね。だからまあ、人それぞれでいいんじゃないかなみたいなとこあるわけですよね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと何か意見ある方いらっしゃいますか？あ、もしもし。あ、はい。福岡から寺地ボンです。あ、寺地ボンさんですね。はじめまして。あ、どうもはじめまして。コメントありがとうございます。私のちょっと今まで調べてきた情報の中で、はい、今日博士生が、おっしゃってた人体がですね、はい、プラズマの状態を利用している状態にあるということをちょっとお話になっているケースがあって、あ、はい、でその、中で皆さんにちょっと共有したいなと思うことがあるんですが、はい、例えば、人体の中に細胞がありますよね。で細胞壁の中に、水を取り込む際にですね、水は H2O っていう分子構造を持つんですけれども、はい、その分子のサイズよりですね、はい、その、取り込むためのですね、穴が小さいそうなんですよ。はあ、で、それは、浸透圧に影響を受けないようにするために、小さくしてるそうなんですけども、その小さい穴の中にどうやって水を取り込むかっていうときにですね、水をイオンの状態で取り込むようにしてるそうです、人体は。はあ、それで、H2O がですね、OH- と H プラスの、イオン、ばらかした状態で、その細胞の中に吸収をすると。はい、でそれは結局言い方を変えると、水素イオンと、水酸基イオンに分かれている状態なんですよね。はい、プラズマの状態だと思うんですけれども、この状態で、取り込むと、1時間、かけて1リットルを取り込むのに4時間かかるんだったかな、ちょっと違うことが分かりませんけど、そういう形になっているそうで、イオンの状態、化学式イオンなんですけれども、エネルギー的に言うと、プラズマ、いわゆる、素粒子の状態にですね、乗って、やり取りをしているということで、もう物質よりもっと細かい単位のものですね、エネルギーの中で、やり取りをするっていう、ことがあるそうなので、物質よりもっとでの、やり取りをですね、人体で、有機物というかの中ではやり取りをするんだなということを勉強してまして、非常に、そういう単位で、分子構造というのを考えていかないと、化学式で分子構造を作っただけの物質がですね、人体を受け付けなかったりするのと、そういうのが、関係してるのかなとか、ちょっと考えたり。なるほど。まあちょっとうまくまとまるんですけど、非常に興味深いなと思うんですけど、例えば頑丈を作るときって海水とか塩水の中にね、金属とか作りますけれども、金属は中でイオン化しますよね。で、例えば CO2 頑丈の作成方法なんかは、ボルタ電池そのものらしいんですけどね。完全にイオンの流れになって、エネルギーとその、化学変化が起きて、結びつきがね、また新たな結びつきができて、頑丈ができるわけで、多分なんかイオンにも、関係してるのかなというのはありますよね。頑丈はもう意識を吹き込むというね、ケシ博士はおっしゃってますから、こういうですね、非常に、イオンの流れとかもね、関係してるんでしょうね、きっとね。私もその程度のコメントしかできないんですけど。ありがとうございます。他に何か意見がある方、いらっしゃいますか？何でもいいわけですけどね、ティーチャーの方とか、どうでしょうね、ティーチャー希望の方とかですね。あとですね、私の方からちょっとご紹介したいことがいくつかあったので、それをちょっとね、ご紹介させていただきますね。他に何か意見ある方いらっしゃいます？大丈夫ですか？ちょっとね、画面の操作が慣れてないんですけどね、ちょっと切り替えますね。ですね、まずですね、ご紹介したいのは、ケシュ博士の、本がですね、3冊ぐらい出てるんですけども、これはですね、ユニバーサル・オーダー・オブ・クリエーション・マターですね、本がありまして、これをですね、佐藤さんが訳してくださってるんですね。非常に難解っていうのはね、読まなくても分かってる。それを訳したら本当に骨の折れる作業だと思うんですけども、これをですね、佐藤さんが今訳してくださっていて、全体で共有できる形にね、してくださってるんです。なので、これをぜひですね、皆さんで、活用していただけたらなと思うんですよね。ケシグループの方にもね、上げてくださってると思うんですけど、こういう感じで、佐藤さんがですね、投稿されてるんですけども、佐藤さんのメアドにですね、メアドというかアドレスにですね、欲しいということをね、言っていただければ、送ってくださるそうなんで、ただし絶対ですね、原書ですね、ケッシュ博士の本を購入していただくっていうのが条件になってますから、その上で、例えばこのミーティングの前にですね、読んで理解を深めていただくとかですね、そういうふうに活用していただけたらなと思います。絶対にビジネスユースはしないでください。著作権の問題がありますしね、そういう意図で配布されているのではないのでね。で、佐藤さんのこの翻訳はですね、今、ケッシュ財団の方に、送らせていただくっていうね、そういう段取りを私の方で組ませていただいてるんですけども、今3分の1ぐらいね、終わったということなんで、全体できたらですね、ケッシュ財団の方に送らせていただいて、やがて日本版でね、これが出ると思います。その、ユニバーサルオーダーのクリエーションマターですね。日本人も日本語で読めるようにね、やがてなっていくんだろうなと思います。非常に素晴らしいことですよね。はい、ぜひですね、これを、これはですね、ケッシュ財団のホームページなんですけども、そこから、このページに行くことができるんですね。ケッシュ財団のホームページけどね、Google で検索すれば、ケッシュファンデーションを入れるとですね、出てきます。で、購入するところがね、ありますから、ね、最初のページどこだったかなちょっと忘れちゃったんですけど、はい。これ、なんだろう、いろんなケッシュ財団の製品を扱っているページがありましてね、ケッシュファンデーションストアっていうところがあるんですけども、そこをクリックすると出てきます。で、このブックのところがありますから、そこをクリックしていただくと、こういうふうにね、ケッシュ博士の本がたくさん出てくるので、これですね、ユニバーサルオーダーオブクリエーションマターですね。これをご購入いただけたらなと思います。はい。これはまずちょっとね、お伝えしていきたいなと思います。佐藤さんの方で何か、付け加えることはございませんか？この翻訳を利用するにあたって。もしもし？あ、はい。聞こえますか？あ、はい、聞こえます。どうも、今日は本当素晴らしい講義で、ありがとうございました。今、本当ご紹介いただきましたけれども、ぜひお気軽にご活用いただければと思っておりますので、それと非常にですね、そもそもわからない世界、自分自身が手に入れない世界のことを書いてある文章ですので、まあ、著作権上の問題はもちろんあるんですけど、原書を購入されて、この原文もやっぱり合わせて眺めながらですね、英文にしましても日本語にしましてもちょっと頭の中で反復こう行ったり来たりして想像力を膨らませないとですね、何を言ってるのかなというような、やっぱり非常にこう概念的な本ですので、そういったポイントをちょっと頭の片隅に置いていただいてご利用いただければと思っております。はい、はいということで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひですね、これを活用してですね、プラズマについてより理解を深めて、いきたいなと思うんですよね。やっぱりこの難しいものっていうのは、どうしても敬遠したくなるものですけども、やっぱりケッシュ博士が一番詳しいですから、誰よりもですね、世界中の誰よりも詳しいので、この難しいカーペットって敬遠しない方がいいと思うんです、はい、頑張って食らいついていくっていうね。私もナレッジシーカーズワークショップですね、今回ご紹介させていただいたんですけど、非常に難解なんですね。回によってまちまちで、全くちんぷんかんぷんの時もあるんですね。それでも頑張って食らいついていくわけですね。はい。それやっぱ大事かなと思ってます。はい。という感じで、ぜひこの本をね、利用してください。で次ですね、ちょっと日本の皆さんにぜひ知っておいていただきたいことがあるんですけども、これなんですね、福島の、隠された秘密っていうことがありまして、結集財団の方で私、シェアしたんですけどね、実はですね、結集財団の、プラズマテクノロジーっていうのが、福島の、女性にですね、実際に使われているんですけども、その事実が隠蔽されているんですね。全く、公にされていないと。政府もそうだし、まあ、企業も、そうなんですよね、幅広く使われているらしいです、ね。もうちょっとね、そういう、もうちょっとというか、きちんとそれをね、公表すべきだと思うんですけどね。なぜ公表しないのかわからないんですけども、最近 Google の翻訳機能が改善されまして、そのままこれ機械翻訳で貼り付けてるんですよね。福島からの海水のね、汚染、放射能汚染ということですね。こと。同じなんですけど、この結集のテクノロジーのですね、有効性というのも証明されてるんだけれども、ジャパン政府によって抑制されてると。ことをこの記事はね、示しているんだけですね。実はですね、これ政府が言っていないっていうだけで、もう結集財団と日本の非常に多くの研究者っていうのは連携プレイにありましてね、さまざまなその基礎研究っていうのは進められてるわけです。例えばサプリメントの開発ですとかね、CO2 含度を用いた。そういった研究も盛んにされているみたいですね。で、あと、今回のこの146回目のナレッジ生活ワークショップで述べられてたのは、東京大学とね、今度、結集財団は正式に、連携するらしくて、資本提携っていうんですかね、そういうのをして、で、いろんな研究に入っていくみたいです。東京大学っていう名前も出してましたからね。それは間違いないと思います。結集博士です、ね。日本のマスコミはもっとこういうことを、報告っていうかな、報道すべきだと思うんですけど、もちろんしないですよね。コントロールされますから。ただ、やっぱり、プラズマテクノロジーとか、マクラブとかに興味ある人にはぜひ知っといてもらいたいなというところで、ちょっとご紹介させていただきます。私のタイムラインでもシェアしてますし、結集グループの方でもね、シェアしてますから、だいぶ下の方に行っちゃってると思うんですけどね。ぜひこれをね、読んでみてください。これでググると出てくると思いますね。福島ズダークシークレット。で、これを出して、あと、機械翻訳にね、かければいいと思います、ね。こういうことはね、言われてますから。はい。ということでした。あとはですね、もう一つシェアしたいことがあったんですけども、もうあと20分ぐらいですかね。一応2時間を予定してましたから、もうちょっとね、お付き合いください。最近ですね、翻訳とかを手伝ってくださっているグループがありまして、その中でね、これがちょっと作られたので、ちょっと全体でシェアしたいと思います。画面、見えますかね。上の方が見づらいかな。これって隠れてますか、ここのところ。これ、プラズマティックファーストエイドって言って、例えば地震とかで起きて、瓦礫の下敷きになった場合で、救急車が来ないとかですね、助けがあまり得られないような状況で、応急処置をする。プラズマ的なテクノロジーを使って応急処置をするっていう、そういう視点からまとめられたものなんですね。結集グループとかでいろんなところでね、シェアしてますから、ぜひご覧になってみてください。いろんなガンズがね、実は存在してるんですね。マグラブとかで使われてるのは、ここまでですよね。それ以外にもガンズがあります。このフードガンズなんていうのはね、我々にとって馴染みないですけど、あとアミノ酸、ここれはアミノアシストっていうね、血液博士がおっしゃってるんですけど、それも実はガンズなんだよ、こういうのも、例えばこの効能なんかでは、ガンズによってそれぞれね、効能が違ってますから、CO2 ガンズですと、神経系ですね、感情とか、そういうところのバランスを整えると。ペインペンとか、ね、ペインパッドでよく使われてますよね。エネルギーもソフトだし、そんなに強くないんですよね。あと、うちはですね、ここにありますけど、イミミ家ではですね、お風呂にCO2 関係入れてますからね。スプレーにも入れて、なんていうんだろう、浄化スプレーとして買ったりしてますけどね。そういう用法もね、あります。あとこの辺もね、ルシアさんが作ったりしてますけどね。あと CO2 がね、これは酸化銅含図ですよね。だとリンパ系。特に酸化銅含図は殺菌力が強いというね、言われてます。例えば、大災害が起きてですね、大地震が起きて断水されちゃった場合で、早急に飲み水を確保しなければいけないという場合にですね、この酸化銅含図ですね、これを使って水を浄化する方法っていうのをね、ケッシャー博士はおっしゃってるんですね。CO2 ガンズじゃなくて、酸化銅ガンズを使いなさいっていうのをおっしゃってます。なぜかというと、殺菌力が強いからですね。それで、どっかに書いてあったと思うんですけど、飲み水として使う場合っていうのが実はありましてね。ガンズは基本的には飲まないでください。今医療とかでですね、飲用の方向性も研究はされてるんですけど、必ず自己責任でやっていただきたいんですけど、どうしても死ぬか生きるかっていう瀬戸際になったわけですね。一例として聞いていただきたいのは、水をね、クリーンに浄化するには酸化銅含図が使われているんですね。そういうことです。理由は殺菌力が高いからですね。いわゆる緑青っていうのは、有害であるっていうのは、あれはデマらしいですね。酸化銅含図は無害らしいです。基本的にはね。はい、ということなんですね。でも飲まないでくださいね。はい。あとは、その CH3 ガンですね。これは、血液系とか、エネルギーの流れ、整いですね。これも、まあ、人によってはね、ペインペンとかにね、使ったりする人もいますけどね。血腫のペインペンの作り方っていうのはね、ここにちょっと見えづらいんですけど、後でちょっとグループの写真とか見てください。これ自作できるんでね、興味ある人はぜひ作っていただきたいんですけど、冒頭の部分で、医療のね、プライベートティーチングの、動画を流しましたけど、あそこにちょっとイメージが出てきましたよね。インフィニティループになって、膝を治療してるっていうね。このペインペイもね、正直私、半信半疑だったんですよね。自分でね、やってみるまで。ですけどね、驚くべきというかね、即効性があるんですね。ある時ですね、私、マグラブコイルをね、いつも作ってるんですけど、ラジオペンチでね、コイルを曲げたりするんですけど、銅線じゃなくて自分の、手をつまんじゃったことがありましたね。で、まあ、ちょっと痛くなったんですけど、それですぐにペインペンでね、うちは健康ペンって呼んでるんですけど、それを当ててるとですね、もうびっくりするぐらい痛みが、消えてなくなったんですよね。それから信じるようになったんですね。はい。っていう感じで、ペインペンの動画も今度ね、ご紹介したいと思うんですけど、皮膚の下3センチぐらいにですね、プラズマエネルギーを送り込むらしいんですね。それで体内の電気的なその不調和っていうのを改善すると。そういった仕組みらしいんですよね。で、痛みも、なぜか消えてなくなるっていうね。はい、っていうものなんで、ぜひこれもね、興味ある人は作ってみてください。もちろん、決済団からもね、買うことができますので、さっきのね、ストアの方からちょっと見てみてください。であと、まあ、ナノコート銅の作り方とかね、ガンズ水の利用方法なんかありますけども、坂口さんいらっしゃいますか？はい。坂口さん、ちょっと最近ガンズのね、シェアしてくださって、非常に興味深い研究をされているので、ちょっとシェアしていただけたら嬉しいんですけど。ですね、私はですね、ちょっと昨日ですね、私、瞑想出版の編集部で一応編集長をやらせてもらってるんですけども、はい、マグラブに興味がある方がかなりですね、はい、興味がありますよということで、もう5年以上前からですね、そういった結集テクノロジーに興味がある方っていうのが、読者さんにいらっしゃいまして、はい、でその一つの形としてマグラブの作り方をですね、ゆみさんから教わってですね、あとは現物を佐藤さんに作っていただいて、今2台稼働中の状態で社内にあったんですけども、はい、自分も作り方を覚えてシェアしようということで、はい、でちょうど昨日がですね、その、はい、第1回目の集いということで、まずガンズ作りからの説明とですね、はい、実際装置を作られて、3台昨日は作ったんですけども、はいはい、それでいろいろ興味を持ってもらえたかとは思ってるんですけども、はい、ガンズっていうのはですね、パーソナルなその使い方としてはですね、今まで知られてる、一般的に知られてる作り方でいけば、1台分ぐらいは割と1週間ぐらいあれば作れるんじゃないかと思うんですけども、今回そのデモンストレーションするにあたって、割と量が必要だったということもあってですね、一般的に知られている作り方ではない方法で、2週間という短期間でですね、1リットルずつぐらい作らなきゃいけないというようなすごいですね、そういう使命感をやってみたわけなんですけども、結局どういうことをやったかっていうと、炭素棒ですね、はい、マンガン乾電池なんかに使われている電極は、シャーペンとか鉛筆の芯を付属したようなものが入ってるんですけども、はい、ナノコートをされた銅だとかその亜鉛っていうのをですね、素材に使っているかと思うんですけども、はい、そのナノコートされている部分っていうのは炭素でできてますので、はい、鉛筆の芯も炭素の塊だったら同じようにできるんじゃないかっていうような発想で、後から実際に海外で実践されている方がたくさんいらっしゃったんですけども、はい、何しろその発想から理科系のですね、資材を売っているようなところからですね、楽天市場から買ったんですけども、鉛筆の芯の太いやつをですね買ってきて、ナノコート銅の代わりに使っていたとっていうことなんですね。なるほど。で作ってみたらやっぱり今まで伝えられている情報とはちょっと勝手が違くてですね、生成されるガンズがですね、そもそもその指定の3種類のガンズなのかどうかっていうその猜疑心というか、はい、できてくるものがですね、はい、これ正しいものかどうかが判断できないという状況からスタートしまして、はい、で各種類 CO2、CH3、CuO それぞれ各20回ずつぐらい条件を変えながらテストしたんですね、で例えば錆びた釘だとかですね、乾電池を使ったりとかエアレーションしたりとかっていうのを組み合わせながら、いろいろやってみたところ、なかなか良好な結果を得られるようになったと。なるほど。具体的に言うと、各ガンズが2時間から5時間ぐらいで十分な量が生成できるというところまでは持ってこれたんですね。すごいですね。おそらくこういった形で具体的にその情報を紹介されている方は、私が見た限りでは見つからなかったので、これが仮に本当に機能するものだとしたらですね、非常にこれから日本でマグラブとかガンズっていうものを研究するにおいては、有効なハックだったんじゃないかなっていうのは思ってますね。なるほど。ぜひ結集グループの方で詳しい作り方シェアしていただけたら嬉しいんですけど。そうですね。現時点で懸念が一つあるのは、はい、できたガンズっていうのは見た目はそっくりなんですね。従来の少しずつできる方法のガンズと見た目はそっくりなんですけども、果たして機能するかどうかっていうのが大事なところで、そこが問題ですね。はい、分光分析機にかけてですね、そのガンズが例えば CO2 ガンズだったら CO2 のスペクトルを出せばですね、はい、同じように今回そのできたものを早くできたものもですね、同じものができたってことであればですね、大々的にやってみてもいいと思うんですけど。そうですね。はい。現段階では見た目はそっくりだけど、中身全く別だったということに問題が起きてしまうと思うので、具体的なそのレシピといいますか、製法についてはまだ公開してないんですけども。なるほど。はい。なんか量がものすごかったですよね。ちょっと拝見させていただいたら。大体そうですね、3リットルの海水もですね、食塩、乾燥させた天然の塩分をその、15% の水溶液を作ってですね、やってみたのと比較テストしたんですけども、やはりそのナチュラルな取ってきた海水の方がやはり生成量が2倍以上多くてですね。コストパフォーマンスにおいては確実に買ってきた海水の方がですね安い、ということは分かってるんですね。なるほど。で通信販売で20リットル入りのパックが大体、地域にもよると思いますけど、1500円前後で通信販売で買える状況ですので、私は主に伊豆のそういった海水をですね使って、作っているんですけども。非常にその調子が良くて、その海水3リットルあたり、ガンズが各ガンズによってちょっとばらつきはありますけども、大体 400cc 前後のガンズが取れる状況ですね。すごいですね。はい、そうするとかなり効率が良くてですね、作る期間も数時間、もう丸1日あれば十分取り切ることができますね。すごいですね。はい。で、あとはその炭素棒もですね、通信販売で買えるものですから、で、一つだけ注意事項があるとすればですね、安定化電源って言われる、理科の実験なんかに使われる装置を使うんですね。で、これはAmazon なんかで購入することができまして、だいたい12,000円ぐらいからの金額で販売しているものなんですけども、だいたい20ボルトから30ボルトぐらいの電圧とですね、2アンペアから5アンペアぐらいまでの範囲で電流、電圧が設定できるんですけども、実験中はですね、例えば20ボルトで2アンペアとかそれなりの電流が流れてしまうので、途中ちょっと感電といいますか、ビリッとくるシチュエーションは何度かあったので、ちょっと危険が伴うのはあるかなと。なるほど。はい、というのは注意事項としては一つあるかなと。乾電池を使ったガンズ生成とはちょっと電圧が一桁違うので、多少その慣れが必要かなっていう部分はありますね。バッテリーもね、私たちはあえて使ってこなかったんですね。っていうのは賛否両論がねあるみたいで、バッテリーとあと LED ライトに関してはですね。なので、その辺ちょっと控えてたんですけどね、高巻さんがすごくよくできているので、ガンズがですね、非常に興味深いなっていうふうにね、思ってました。これについてはですね、コツが実は一つありまして、一番初めに種菌となる、菌で考えれば、種となるガンズっていうのを必要としているんですね。電流、電源を使わずにナチュラルな状態で作ったガンズっていうのをベースとして、これを培養するような形で、加速的に、そのコピーしていると、そういう製法なんですね。なるほど。今まで実験してみると、そういったやり方をすると、元のガンズにそっくりなものが大量にできると、というようなニュアンスになります。なるほど。ありがとうございます。またじゃあ結集グループの方で報告をお待ちしてますので。わかりました。ありがとうございました。他の方何かございますか。ちょっとどうしてもちょっと言っておきたいことがあるからですね。何でもいいですけど。あとですね、ちょっともう最後なんで先に申し上げておきたいんですけれども、次回なんですけどね。次回の開催日なんですけど、来週の日曜日がですね、ちょっと私、出張が入ってまして、再来週の日曜日にしたいんですね。ですから、何日なんだろう。ちょっと待ってくださいね。12月4日ですかね。12月4日の夜の8時でお願いしたいと思います。そのように決済欄の方にお伝えておきますので、第3回目のですね、パブリックミーティングジャパンの開催日のお知らせです。12月4日の夜8時にしたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、他に何かありますか？皆さんの方で。ないですかね。まあ、それではっていう、もう終わっちゃっていいのかなっていうね。チャットの方でご質問が一つあったんですけども、オフィシャルなマグラブ V2 について、いつ頃ブループリントが出ますかということ。これはおそらくプラズマジェネレーターのことかなと思われるんですけど、ちょっとですね、この点私知りません、正直言って。はい、もう情報が全く出てこないんですね。完全にもうシャットダウンされていて、いろんな人がケッシュ博士に質問するんですけど、で、ケッシュ博士は、研究状態、その研究の段階は報告してくれるんですよ。こういう研究者が何名ぐらいいて、研究成果はここまで進んでるとかね。ただ、ブループリントの発表の時期はもう完全にわからないっていうことです。現段階で申し上げられるのはですね。私も早く出してほしいんですけどね。早く出してほしいんですけど、なかなかね、やっぱり、例えばその周波数の問題とか、50Hz とか 60Hz とか、いろいろありますよね。エナジーシステムでもね、いろいろ報告されています。非常に難しさがあるわけですよね。コンプレッサーを使って。完全にオフグリッドでね、やるっていうのは。ダグラスの映像もちょっとまた翻訳して流したいなと思うんですけどね。この前トルコの人がね、ジェネレーター化に成功したんですけど、コンセントを抜いちゃったらしいんですね。冷蔵庫とマグラブをつないでて、冷蔵庫の以外にもね、使ってない電化製品があって、使ってないから抜こうって言って、抜いちゃったら、ジェネレーター化もしなくなっちゃったっていうね、そういう悲しい事故があったんですけどね。ぜひね、日本でもね、どんどんジェネレーター化が進んで、ね、よりプラズマティックなね、環境になるといいと思うんですけどね。いびみさん、1点いいですか？あ、はい、どうぞ。ですね、社内に持ち込まれる情報っていうのがありまして、はい、マグラブっていうのはあまりその仕事中はキーワードとして出すわけじゃないんですけど、はい、たまたま来客がありまして、はい、でマグラブって知ってるかということですね、はい、あ、何ですかと、なんとなく聞いたことありますけどなんて話をしましたら、はい、日本はかなりそのマグラブっていうのの研究が進んでて、はい、今月末にですね、はい、3キロワット級の、はい、そのセルフイングリッドといいますか、オフグリッドの発電機の制作ワークショップが開かれると、はい、っていう話をする人がいたんですね。日本でですか？日本です。ああ、それはですので、はい、我々のグループとはちょっと違うラインで、はい。先行して走ってたグループがいるらしくてですね、はいはい、そこのグループで今回そのいよいよオフグリッドで3キロワットやってみようぞということで作ってみようということで、作るということが今今月末にそういうイベントがあるらしいです、国内某所で。あ、それは具体的な場所は分かってるんですか？いや、私もですね、さすがにこれ以上そのありまして、一応その立場的にですね、はい、中立的な感覚でお話聞いてますので、なるほど。ぜひ私も参加したいですっていう気持ちはあるんですけども、やはりそのなかなかそのインパクトのある話らしくてですね、うん、一般公開はしないという、うちうちでというようなイベントだということは聞いてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、ですが、その国内においてはオフグリッドで3キロワットぐらいのマグラブをベースとした装置がですね、作られてシェアされ始めているっていうのも、まあ噂ベースの話ぐらいではあるとは思いますけども、そのような流れはあるようですね。なるほど、はい。私もいろんなところからその情報をもらってるんですけども、ちょっとね、まだグレーなんですね。決取材団のプラズマジェネレーター自体もですね、6月中旬頃に出たんですけど、それにもいろんなその情報が飛び交ってなくて、いろんな意見があるみたいなんで、どうなんでしょうね。まあちょっと様子見でいきたいと思います。まあ私自身もちょっとね、研究を進めていきますし、佐藤さんもね、素晴らしい成果を出していらっしゃるんで、ちょっとね、独自路線でね、行きたいなと思ってるんですけどね。そうですね。やはりその、声は出さないけども、情報は見ているよっていうお便りを結構いただくんですね。ああ、そうですか。はい、決してフリーエネルギーグループに主に私投稿させてもらってるんですけども、はい、オフレコといいますか、直接そのやり取りする中でいつも見てるよって声かけられることが多くてですね、はい、なんなら投稿してよって話をいつもするんですけどそうですね、結構ですね、はい、思ったよりも多くの方がですね、はい、この投稿を見てはい、参考にしているよっていうことはコメントとして言ってらっしゃいますね。なるほど。はい、なので、ちょっと今までちょっとなんていうか適当な感じで今、はい、やってることを報告してたんですけど、ストッピングしちゃうかなみたいな、はい、ところで変な投稿できないなみたいな感じで、あ、はい、そうですね、そんなのを感じているところです。はい、ありがとうございます。私の方でもね、またどんどん新しいことが分かったらね、言える範囲でね、言っていきたいと思います。特に秘密はないんですよ。ないんですけど。なんていうかな、テクノロジーに関してはどんどんね、秘密なしで、どんどん言っていきたいと思いますね、シェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それではですね、時間になったので、第2回目の、ジャパニーズパブリックミーティングを終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。